歴代史上第24章。アロンの子孫の組は次の通りである。すなわちアロンの子らはナダブ、アビウ、エレアザル、イタマル。ナダブとアビウはその父に先立って死に子がなかったので、エレアザルとイタマルが祭司となった。ダビデはエレアザルの子孫ザドクとイタマルの子孫アヒメレクの助けによって彼らを分けてそれぞれの務めにつけた。エレアザルの子孫のうちにはイタマルの子孫のうちよりも長たる人々が多かった。それでエレアザルの子孫で士族の長である16人とイタマルの子孫で士族の長である者8人にこれを分けた。このように彼らは皆等しくくじによって分けられた。聖書の司および神の司は共にエレアザルの子孫とイタマルの子孫から出たからである。レビ人ダネルの子である書記シマヤは王と司たちと祭司ザドクとアビアタルの子アヒメレクと祭司およびレビ人の士族の長たちの前でこれを書き記した。すなわちエレアザルのために士族一つを取れば、イタマルのためにも一つを取った。第一のくじはヨアリブにあたり、第二はエダヤにあたり、第三はハリムに、第四はセオリムに、第五はマルキヤに、第六はミヤミンに、第七はハッコズに、第八はアビヤに、第九はエシュアに、第十はシカニヤに、第十一はエリアシブに、第十二はヤキムに、第十三はホッパに、第十四はエシバブに、第十五はビルガに、第十六はインメルに、第十七はヘジルに、第十八はハピセツに、第十九はペタヒヤに、第二十はエゼキエルに、第二十一はヤキンに、第二十二はガムルに、第二十三はデラヤに、第二十四はマージヤに当たった。これは彼らの先祖アロンによって設けられた定めに従い、主の家に入って務めをなす順序であって、イスラエルの神主の彼に命じられた通りである。この他のレビの子孫は次の通りである。すなわちアムラムの子らのうちではシュバエル、シュバエルの子らのうちではエデヤ、レハビヤについてはレハビヤの子らのうちでは長子イシヤ、イズハリ人のうちではシロミテ、シロミテの子らのうちではヤハテ、ヘブロンの子らは長子はエリア、次はアマリア、第三はヤハジエル、第四はエカメアム、ウジエルの子らのうちではミカ、ミカの子らのうちではシャミル、ミカの兄弟はイシヤ、イシヤの子らのうちではゼカリア、メラリの子らはマヘリとムシ、ヤジアの子らはベノ、メラリの子孫のヤジアから出た者はベノ、ショハム、ザックル、イブリ、マヘリからエレアザルが出た。彼には子がなかった。騎士については、騎士の子はエラメル、ムシの子らはマヘリ、エデル、エリモテ。これらはレビ人の子孫で、その士族によって行ったものである。これらの者もまた士族の兄もその弟も同様に、ダビデ王とザドクとアヒメレクと祭司およびレビ人の士族の長たちの前でアロンの子孫であるその兄弟たちのようにくじを引いた。